皆さんこんにちは。栃木 SC 背番号18番坂田亮太です。栃木 SC 背番号38番中見慶也です。皆さんは栃木 SC ホームゲームを観戦したことがありますか？まだ観戦したことがない皆さんのために、僕たちが栃木 SC ホームゲームの楽しみ方を分かりやすくお伝えします。もちろん観戦したことがある方も必見です。まずは僕たちのホームスタジアムである栃木県グリーンスタジアム、通称グリスタまでのアクセス方法をご紹介します。どうぞ。グリスタは清原工業団地内にあります。宇都宮駅東口から無料シャトルバスが出ているんですよ。スタジアムのすぐ近くで降りることができるのでとっても便利です。車でお越しの方はキャノン様のご厚意で約2200台分の駐車場があります。スタジアムまで歩いて10分、また駐車場から無料シャトルバスもあります。スタジアムへは北と南の2つのゲートから入場します。ゲートを通れば日常では経験できないワクワクする空間の始まりです。こちらグッズ売店です。おすすめはレプリカユニフォームなどのシャツとタオルマフラーです。これがあれば応援はバッチリです。さらにステッカーやキーホルダーなどのグッズもたくさんありますよ。続いてのお楽しみはこちら、応援前には腹ごしらえが必要ですよね。スタジアムには美味しいグルメがいっぱい、定番の宇都宮餃子からホットドッグやピザ、チェロスなど盛りだくさん。初めての方はぜひスタジアム名物一枚岩チキンをご賞味あれ。その大きさにびっくりするかも。栃木 SC は J1 を目指し最後の最後まで戦いますので、引き続きのご支援を心からお願い申し上げまして、そろそろ試合が始まります。試合開始直前はタオルマフラーを広げ県民の歌を歌います。ここで宇都宮ゆかり市民である松本育夫取締役と栃木 SC 選手からのメッセージをお聞きください。宇都宮市民の皆さんこんにちは。栃木サッカークラブの松本でございます。栃木サッカークラブは宇都宮市をホームタウンとして、皆さんの力を借りて J1 昇格を今目指しているところでございます。市民の皆さんと共に歩み、そして、市民の皆様に何かサッカーを通して、活力を与えることができたら、我々のクラブとしての大きな目的を達成できると思います。皆さんの力を借りて栃木サッカー頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたします。背番号14番管轄のようです。今シーズンも頑張ります。応援よろしくお願いします。背番号1番ゴールキーパーの柴崎邦博です。今シーズンこそ J1 昇格できるように、皆さんで力を合わせて頑張りましょう。よろしくお願いします。背番号10番杉本誠です。今シーズン頑張りますので応援よろしくお願いします。さあキックオフです。ファン、サポーターたちのスタンドから湧き上がる歓声、ゴールを喜ぶ瞬間は試合観戦のまさに醍醐味。スタジアムは感動、歓喜をみんなで共有でき一体となれる場所なんです。選手同士のぶつかり合いの音や息遣いなどを聞けるのも試合会場ならではの楽しみです。また勝利した時にみんなで歌う県民の歌は何とも言えません。格別です。試合運営にはたくさんのボランティアスタッフが参加しています。会場清掃や誘導、入場ゲートやグッズ売店、総合案内所で活躍しているんですよ。現在ボランティアスタッフを大募集中です。皆さん、スタジアムへは行ってみたくなりましたか？栃木 SC はたくさんのファン、サポーターの皆様に支えられています。そんな皆さんからの貴重なメッセージをいただきました。栃木 SC 頑張れ、イエーイ。栃木 SC 頑張ってください。 J1 へキーパーファイティング。僕らを J1 に
せーの、連れてって、絶対 J1 行くぞ、おー、頑張れ栃木ファイティン、レイさん、リーさんまでお電話ください。このような皆さんの応援が私たちの一番の力になります。マスコットのトッキーはさまざまなイベントに参加しています。皆さん、トッキーにも会いに来てくださいね。僕たちは試合終了のホイッスルが鳴るまで全力で走り抜きます。皆さんもぜひグリスタに足を運んでいただき、私たちと一緒に感動を味わいましょう。そして一枚岩となって夢の J1 昇格を目指しましょう。